その何年モデルですか？93年ぐらい中古で買ったんであれなんですけど。ちょっともうほんならヘルメットエンジンかけてもらったら。いや、ウルフなんです。ウルフです。ガンマのあのネイキッドの。はい。もう200なんで本当あんまり見かけないんで。珍しいもんね、ウルフの200は。これもな、スクーターに積んで、あ TDR やった、TDR の200あったやん、はいはい、あれスクーターに積んで、名前にラジエーターついてるけん、うん、これ何言うて聞いたことあるの、うちスクーターって あそこ、高見峠で見た、そのバイクはもうちょっと待ってな、なんでスクーターにラジエーターついてるんやもん、聞いたことある。昨日あのスーパーカブで見た人はな、さすがにあの空冷エンジン、あ、はいはいはい、ラジエーターまでつける場所がなかったんや、マフラーはどこですかこれ。菅谷です。菅谷、はい、珍しいな、菅谷のジャンバー久々聞かせてもらおう。鈴木に菅谷 の定番ですね。え、それ気をつけて帰ってくださいよ。また気楽に遊びに寄ってください。すいません、近いんでよろしくお願いします。あ、岡山はダムカードで、ダムカードもらうためにぐるーっと回りました。あ、そうですか。登録岡山、今は大阪なんですよ。珍しいやろ、ウルフの家ダムカードもらうため。岡山にダムですね、ダムカードもらいし、あ、ウルフはちゃんと使ってもらうかわかるよ、わかるよ。フレームパッド見て何からと思うやろ。はい、当て地だ。はい、あれです。